くれる人もいない。モナム、わかっているの。モナム、愛してくれた。燃えるように奪うように、あの頃は。二人の愛、過去へと流されてゆく。セフィネ、これでいいのよ。セフィネ、振り向かないわ。巡り合いも別れ、逆らえない定め。モナム、私を抱いた。モナム、その手で今は人の波に消える背中見送って。素敵な、音楽を奏でてくださいました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いい、そして、次私がバトンタッチしますのは、もう彼も、一番最初に顔を見たのはかれこれ38年ぐらい前じゃないかというぐらいの感じですけど、加藤和彦さんです。みんなね、いろいろスタッフの人がやってくれるんですけど、昔はこうやってやってたというね。そうそう、自分でね、何でも賄ってたのね。そう、でも一番最初にね、涼子ちゃんと会ったっていうか、見たっていう、ちょうど涼子ちゃんたちが一番最初に東京でね、フォークソングのコンサートやってる時っていうのは、僕たちは関西でアマチュアでして、非常に、東京地方コンプレックスというのがすごいあったわけね。かっこいいのもみんな、あのね、それすごくおかしいのね、うん、で東京は東京でね、うん、関西の人たちのフォークソングにコンプレックス感じてるわけね。本当に、うん、それは初めて聞いた。あのね、あのどっちかっていうと、特に私の仲間なんかはね、そのほんわかほんわかしてるわけ、うん、そうそうそう、でね、うん、あの関西の人たちがなんかこうプロテスト的なのを歌ったりなんかすると、うんうん、あの人たちは中身が伴ってるかなんか言っちゃってね。こう 割と私たちはファッションだったでしょ。でそれがね、うん、かっこよかったわけ。いわゆるなんていうの、あのそのファッションとね、風俗とすごい結びついてたじゃない、うん、独特のなんていうかな、その東京のフォークソングのコンサートっていうのはね、うん、最初になんか何のコンサートか忘れちゃったけど呼んでもらったわけ、ゲストで、うん、で関西からっていう、うん、んでね、もうあえて行くとね、目立たないからやばい、派手な格好しようよとかね。なんかそれぐらいしないとわからないっていうぐらいね、すごいコンプレックスだった。あ、そう、うん、私はね、初めてね、加藤くんたちを見たのはね、高田恭子ちゃんと北山くんと加藤くんと3人で、あの PPM みたいな、ね、バンドやって、白いワイシャツにね、フラノのグレーのズボンかなんか履いて、そうやってあんまり変わんないね、感じね。ちょっとね、この、あのおでこ の面積が広がったぐらい。そんなことないね。うちはそういう家系じゃないんですよね。そう誰もそんなこと言ってない。それで、はい、何をやろうかということになったんですけども、うん、やはりですね、僕実はこれをあのいわゆる人前で歌うっていうのはね、うん、生まれてまるで2回目の歌ですね。本当?2回目なの?2回目の。で、1回目はね、うん、去年にちょうど、京都の丸山音楽堂というところでね、うん、これは
北山君と一緒に歌ったんですけども、うん、彼が作詞で僕が曲なんですけども ね、うん、実は何隠そう本当に歌ったことがないわけ、こういう公共の電波に乗るなんていうのは、うん、じゃあ作りながらは歌ったけども、うん、作りながらは公の場では公の場ではムバエバーという非常に器用な立ちでね、人にはもうすごいね、うん、軽く作っちゃうんだけどね、うん、自分が歌えないような歌なんか作っちゃったりなんかするわけ、うん、懐かしいね、はい、白い色は恋人の色というのがあります。花びらの白い色は恋人の色、懐かしい白百合は恋人の色、ふるさとのあの人のあの人の足元に咲く白百合の花びらの白い色は恋人の色、青空の澄んだ色は初恋の色、どこまでも美しい初恋の色、ふるさとのあの人とあの人と肩並べ見たあの時の青空の澄んだ色は初恋の色。ララ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 ラ夕焼けの赤い色は思い出の色、涙で揺れていた思い出の色、ふるさとのあの人のあの人の潤んでいた瞳に映る夕焼けの赤い色は思い出の色。ちょうど僕たちの世代っていうのはなかなか歌詞を覚えないという悪い傾向がありまして、その伝統を引きずっていつも、タグロー君なんかはノートブックを一冊持っててね、歌詞で歌詞を覚えないっていうのは、ひどいというのはありましたけども、その中でも一番僕が覚えないというか、でもあんまり声の置くの嫌いだったから出たとこ勝負でその場で歌うというね、いろいろあったんですけども、その当時のやっぱり歌なんですけど、今のはまあ一般的にわーっと流行っちゃった表の方のヒット曲というやつですけども、これは一部神塚というか愛好者がいまして、僕もこの歌を歌うのは本当に久しぶりなんですけども、隠れたヒットというかな、裏の方のヒット曲というか、そういう歌なんですけども、これはまあ僕自身のレパートリーだったんですけども、不思議な日というのを、そよぐ風には爽やかな音、花たちは咲き野原を染めた、不思議な春の日、白い雪並み踊りながらも天
シア通りに姿を変える、不思議な夏の日、果実は割れた風の詩人は星から星へ姿を変える、不思議な秋の日。眠りはいつも暖かいもの、雪はほどけて街を隠した、不思議な冬の日。僕がいろんな曲を作った中で初めて人が書いた歌というかな、を歌った歌があるんですけども、で僕は主に作曲の方ばっかりしてまして、いわゆる作詞というのはしないんで、どうしても向こうの人が作った歌でこれを歌いたいなと思ってたら、それを見事訳詞して歌ってた憎き、男がいましてですね、で無理やりその歌詞をもらったりなんかして歌ってて、両方でこう競い合ってたというね、やはり当時からもうなんていうかな、僕らにとっては先輩に当たる人なんですけども、一生懸命、日本でこれほど精力的なマッチョの人はいないというね、ランナーでもありますけども、高石智也さんです。なんか昨日も走ってきたんでしょ？で、なんか今足が痛い、走ってきたんだけど、昨日は長野で42キロやった方でちょっとちゃんとフルマラソン、いや、身に余るお言葉でございまして、僕25で突然フォークシンガーだったんです。こっちの立教の大学いたんですけれども、6年目かな、大阪に出て、でたまたま人の前で歌ったら面白いって言うんで、そのまますぐ歌手になりまして、ですぐリサイタルなんてやらなきゃいけなくて、ギター全然弾けないんです。でリサイタルのゲストでちゃんとフォークルセーダーズっておりまして、で冷たい目で見ておりまして僕らとしてはとっても怖かったんですね、ギターの人。今日はなんかそのギターで同じこの大統領殿っていう歌を歌えるのがとっても嬉しいです。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。一緒に歌うのもね、実は初めてよく歌ってた歌です。昔15年前ですか、歌ってた歌です。大統領殿、大統領様とも言いますけども、そういう歌なんですけども、これは本当はフランスの歌なんですね。で、多分ご存じないかな、ボリス・ビアンというね、高橋さんもすごい好きな歌詞でも亡くなっちゃった人ですけども、非常にフランスでの、そのフランスにジャズを持ち込んだというかな、まあ、いろんな歌を歌いまして、今ちょうどその復刻版みたいな形でレコードなんか出てますから、もし興味ある方はお買いになると非常に面白いという、素晴らしい。僕はフランスで昔の1900ちょうど50年か60年代ぐらいかな、映画も作ってる人で、つい数ヶ月前ノンノかな、大特集みたいにして取り上げてましたけれども、だから僕らは15年前憧れてた人、今でもそれなりにかっこいいんだなと思って嬉しかった、なかなかそういう非常に素晴らしいアーティストなんですけども、で彼がちょうど、まあ、あれフランスはアルジェの頃かな、その戦争でやっぱり徴兵拒否というね問題を歌った歌なんですけども、で、ちょうど今日これで歌うというので、久々にボリス・ビアンの
出して聴いてましたら、ちょっと本物はどういうあれかなっていうんでね、そのフランス語で彼はもちろん歌ってたわけね。で最初だけそれでやって、後から日本語でやってみましょうっていう。Monsieur le Président, je vais faire une lettre qui voudrait peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, tu ne veux pas le faire.Je ne suis pas sur terre, peu tout de peu gens, c'est pas pour pas cher, il faut que je vous dise, mes décisions sont prises, je m'en vais déserter. Dai Torio Dono, au Himaga Areva, yonde hoshi, kono tegami o.僕は今戦場へ行く徴兵カードをもらったところ僕は逃げる戦いたくない哀れな人を殺したくない大統領殿腹を立てないで聞いて僕は逃げる親父は昔戦場で死んで子供たちは泣きじゃくった女で一つ苦労していたおふくろも今はお墓の中爆弾を持て遊び僕の心を奪っていった旅に出よう明日の朝にも僕の住み慣れた家を後に世界中の全ての兄弟僕は行こう歩こう人生を大切になさい僕らはみんな兄弟だ血を流すならあなたの血を猫かぶりの偉いお方僕は逃げる武器は持っていない憲兵たちよ撃つがいい夢ばんでぜねえ加藤和彦6年目で、41になりまして一番今日の一番最初に音楽会の最初の方であの北山治が、今夏の時代だっていうあのお話をしましてあの時僕もあの原稿を読まされました自分の子供に言いたいことを原稿用紙3枚にまとめなさい歌と全然違いますねやっぱりあの言葉で言わなきゃいけないっていうとムードが気分じゃなくてはっきり嘘か本当かあるいは言い切らなきゃいけないとっても難しいことでした、僕らはあの夏の時代っていう音楽会京都でやりましたけど別名をおじん宣言の会でしてその、僕らは40です僕は35ですとはっきり言ってあ私は20歳だ若いんだってやっぱり分かってもらいたかったというで改めて今日 の, あの僕の一曲はなんか41歳の歌やっぱり北山が詩を作って、ケンケンガクガク僕もそれ一生懸命歌えるようにあのメロディーつけまして、半角の小物がやってる半角のこととかあの教科書問題とかそれから親と子のこととか先生と生徒とかいろいろありますねそんなゼネレーションのことそういうのそれ歌でどれぐらいやれるんだろうと思って、作ってみましたあの新聞の記事でも読むようなつもりで聞いてみてください、人生はいつでもという
人生はいつでも難しいものです。楽しいことには終わりがあるから。地球の上のすべての人を同時に殺す力をこの人間が持っていることを思い知らされたその後にも多くの人が生まれました。明日私たちが私たちを殺すかもしれないなんて絶望的だね。そんな可能性を耳にしながら生きてゆくのは希望がないよね。人生はいつでも難しいものです。楽しいことには終わりがあるから。私たちは被害者なんだと言い張るとお前こそ加害者なんだと言われてしまう。私たちはあまりに自分のことしか考えていないのかもしれないね。自分たちの矛盾を突きつけられてうろたえることなく噛みしめながらたくましくなりたいね。強くなりたい、守ってみたい、大切な私の命だから。人生はいつでも難しいものです。楽しいことには終わりがあるから。巡り合わせた時代に向かって文句を言っても虚しいよ。どんな時代のどんな人生も生きて生き残ってゆく価値がある。年上の人たちから眺めるならば若い人はいつも愚かに見える。そう言われた若者たちが自分のことを愚かだと思っているならばとても寂しいことだと思うよ。これ以上面白いこと